お邪魔します。今日は家に呼んでくれてありがとう。俺が？いや、ちょい記憶にないんだけど。というか、昼間からアルクエドを呼ぶとか命がいらないのことが翡翠？アルクエド様、本日はお呼び立てし申し訳ございません。アキハ様は別のお客様の対応中で手が離せませんが、私が代理を任されております。妹の用事だったの？私を待たせるほど重要なお客様って誰？アキハ様のスケジュールについては私からはお答えいたしかねます。シキ様に予定表をお渡ししてありますので、本日はそれに従ってくださいませ。ああ、朝食の後にもらった。でもこれ予定表っていうかスタンプラリーみたいだけど。チェックポイント到達と日没までのゴール以外、行動に制限はございません。ご散策、ご観覧、ご戦闘、ご自由にお楽しみください。それ実質デートってことじゃない？なんだ、そうならそうと言ってくれればいいのに。この子の気遣いありがとう。妹もメイドさんも素直じゃないんだから。散策と観覧はともかく戦闘。申し遅れましたが、シキ様は安全第一でお願いします。荒事への参加はその場で失格、お屋敷に強制送還です。またそうなりますと姉さん曰く、アキハ様が泣かれるとのことです。シキ様におかれましては、遠野家長男として節度ある行動をお願いします。ではどうかお気をつけて。ん？妹が泣くってなんで？わからない、わからないけど、アルクエド、この予定通り行動しよう。あいつは怒ると怖い。俺はすごく困る。ふむふむ。けど泣くという表現は初めてでもないけど、帰ってきてからそのイメージは一切ない。今のアキハがそのアクションをした場合、前代未聞のコクと深みのある恐怖が俺を襲う。そんな気がするんだ。妹の怒りソムリエみたいね。シキが困るって言うならしょうがないけど。いいわ、今日は私がシキの分も頑張りましょう。楽しいデートだものね。いや、頑張らなくていいから。今日は穏便に済ませようって話で。心配しないで。もし妹がむずがったら私があやしてあげるから。それにそれはそれで面白そうだし、妹の本気見てみたかったのよね。お前、アキハの怒りに油注ぐ気満々だな。さて次は教会で厄落としっと。なんか妙な空気だな。頭がクラクラする。空模様も妙だし。あれ、誰かいる。やれやれ、あれが原因ね。シキ、秒殺していい？バカ、いきなり襲いかかるやつがあるか。せめて話ぐらい聞いてやれ。バカって言うな。ちゃんと殺していいって聞いたし。とにかくステイ、ステイだ。だってあの子は、なぜか頭痛が痛い。シキ、大丈夫？やっぱりあいつひねりつぶしとく？ざっけんな。黙って聞いていれば好きかって言ってくれるじゃない。その彼氏の体調不良、私のせいじゃないから。ほぼ 100% 日頃の自業自得でしょ？いちいち私のせいにするのやめてよね。だってあなた見るからに弱そうなんだもん。っていうかチョロそう。はあ、弱くないわよ。チョロくないし、そっちの彼氏はこれから落とす予定だし。そっか。でもういい？怖っ、感情の温度差だけで殺す気か。そうじゃなくて会話しなさいよ、会話。
会話してあげろって。いいこと言うじゃん。でしょ？私にバカバカ言うの、シキだけよね。喜ぶところじゃないんだけど。とにかく、絶対ここは通さないんだから。さあ、以前の私なら逃げ出してたけど、今の私は一味違うの。やっぱり。黙っていたのは、逃げるか戦うか、様子を見ていたからだったんだな。どうしてもここを通りたいのなら、じゃあね。あなたの、なんとかの下僕とかいうあれで命じてみたら？あれ、27歳に返してる言葉よね。やってやって、私にもやって。やだ、めんどくさい。めんどくさい？だってそれ、私が得することないもん。あなたに全然興味ないし。あ、そう。じゃあ、死んでも忘れないようにしてやる。何が真相の姫だ。プリンセスならこっちだってよ。あんたを倒して、私がトップに立ってやる。おっと、結構やる感じ？当然！怪しい注射パワーで2回転特進！ジャイアントキリングで、さらに2回転特進！ジャンピングチャンスのバイバイプッシュで10倍昇格もいけるはず！大体、腕力だけの姫とかゴリラかっていうの。その点こっちは夢と麻薬のプリンセス。私こそ、使徒の秩序。そう！新時代のニューシーソー！ノエルちゃん！よっ！あっちゃー。絶望の悲鳴の一つもあげるかと思ったのに。あんまりにも夢あふれる計画に声も出ない？もう精神的に勝ちってところかしら。夢あふれるっていうか、寝てるっていうか、目覚めてたら恥ずかしくて絶対言えないというか。二回転特進を2回って完全に死んでるでしょ。死に癖、ついてるんじゃない？大体、真相ってそういうんじゃないんだけどな。ちょっと修正してあげるしかないか。あなた、シキにもシエルにもちょっかい出しそうな匂いがするし。ある意味ヒロイン顔みたいな。そう？そんな顔してるかな？ええ。だから本気で戦ってあげる。遠慮なく、容赦なくね。死ぬじゃん私。出たな、メカシエル。妹に捕まって改造されたんだって。どこでそんなヨタ話を仕入れてきたのか知りませんが、期待に反して生シエルです。あれ、先輩もアキハか翡翠に言われてきたんじゃないんですか？違いますよ。アキハさんが私に何か頼むとは思えませんし、あなたたちがあまりにも白昼堂々不審な行動をとっていたので、ここで迎撃しただけです。ふん、それでどうするつもり？また火力強すぎビームとかやりすぎ衛星砲撃ってみる？私はいいけど、今ここで無茶な兵器持ち出したらそっちが悪者になるわよ。ご心配なく、キルワンドン相手にそこまでするつもりはありません。キルワンドン、それ現代語？聞いたことないけど何？言った通りの意味ですけど。そうですよね、トーナ君。先輩、火力を強くしてから俺に振らないでくれます？ねえねえ、シキ、どういう意味？知ってるでしょ？昼間は照明をつけてもぼんやりして見えるの。うん。で、お前切れた時に発光したよな。うんうん。だからさ、先輩曰く昼間のアルクエドはぼんやりしてるってことじゃないか。さすが遠野くん、以心伝心ですね。白昼堂々暴れ回るなど吸血鬼の自覚はないのでしょうか。真昼の月などとんでもない。
今のあなたには白昼の豆電球エンドがお似合いです。よし殺せ、由緒正しい10セット勝負よ。シエル、豆電球がお気に召さないなら発電所級の火力で分からせてあげる。さすがにご近所に配慮した武装だけでは、さすがに昼間ずっと歩き回った後だと倒しきれない。高校でまさかのダブル KO、 二人とも大丈夫か？私は大丈夫です。私も負けてはないけど、思ったよりダメージ入ってる。でもどうして最後は手を止めたのよ、シエル。ここであなたを反省させても根本的な解決にはならないと気がついただけです。アキハさんの予定表に従って街を散策して戦闘をしていたようですが、アキハさんが遠野くんを危険にさらすとは思えません。どうかな。では今回の絵図を描いたのは何者か、そう思った時手が止まったのです。ああ、私には観測できないやつか。二人とも急に納得したけど、どういうこと？こちらの話です。頭の痛い案件ですので、遠野くんは知らない方が良いかと。なので今回はこれで終わりです。そんなわけないでしょ、私もシエルはお腹いっぱい。それよりシキ、お姫様抱っこで部屋まで運んで。こういう時そうするんでしょ。バカ、調子に乗るな。ていうかここからお前のマンションまではさすがに無理。すみません先輩、そっち支えてもらえますか？やだやだ、シエルの肩借りるくらいならここで車止めになる。あのな、あれはせいぜい室内で10メートルが限界だ。外で何百メートルもやることじゃない。そもそもほっといても回復するだろう。お前ベンチで休むぐらいにしてくれない？今日の私精神的にすっごく疲れてるの。もう一歩も動きたくない。精神的、確かにアルクエイドにしては被害が少ないですね。彼女なりに気を使って遠野くんを守っていた。仕方ありません、ここは譲りましょう。申し訳ありませんが、ドラ猫の世話はお任せします。私の家は反対方向ですので、ここで。お、今日は気が利くじゃない。バイバーイシエル。はいシキ、早く早く。しょうがないな、分かったよ、お前のマンションの入り口までだからな。どうして？部屋まで運んでくれても同じでしょ。俺の中では違うんだよ。部屋に入ったらお前鍵閉める気だろ。ケチ。じゃあ私を一度も下ろさずマンションまで行けたら、その先は諦めてあげる。どう？ああそれならいいよ。でも体重増やしたりわざと暴れるのはなしだぞ。やる気だったな、子供か。本当そういう悪い子はやっぱり一人で。わかったわかった、おとなしくしてるからね。はい、抱っこ。出発進行。はあ、学校の知り合いに見られたらどうするんだこれ。いやそれより体力を心配しないと、途中で降ろすのは男がスタイル。いやじゃなくて約束約束、大事なのはそこだ。そこ夕方までに帰らないとアキアが泣くとか意味わからないしな。行くぞ。おお、持ってくれよ俺の足腰。ってこら、首に抱きつくな、落としたろバカ。